そんな格好で、はい。いいだろ、どんな格好でもよ。どうでもいいだろ。なあ。え、なんでこれ。真珠か。出たな、トカゲマン。あれ、口パーって開いてビーム出しそう。あ、なんかいる。誰これ。ブルド組長だったのお前。いてくそ、こいつなかなかやりやがれ。これならできないだろう。アホがよ。おらあらうおらおらさあ、行くぞ。あいつ、何今の。え、何今のトカゲ。リーバルトルネード、いつでも OK だ。ここなんだ。あれ、おじいちゃんしかいなくね。いいです。なんか臭そう。あ、客。旅の人頃だったらいいところ紹介する。あ、動くわ。あ、これや。西靴。やったー。これだ、炎ガード。やったー。うわ、鍛冶職人みたいじゃない。え、鍛冶職人みたい。かっこいいな。光り輝いてるわ、今日も。かっこいい。ここ何。え、なんか怒っとるやん。引かれてる、引かれてる、引かれてる、引かれてるって、リンクさん。引かれてるって。何してるんですか。無謀な弟、さっきの人かな。弟ゴングロン。違ったわ。え、勇者の秘密。どこへ行ったの。丸子池の南西、丸子行動。現実を見てみんなの仕事。弟はいずこ。勇者の秘密。ああ、これ祠か。なるほど。初めて子供見た。何を。ああ、結構です。ちょちょあれ、なんだお前。あ、祠や。あれ、お前その額当て何。ハイリア人頃、ここで何してる頃。わかるの、ハイリア人って。わかるんだな。廃校しかない頃。はい。下糸瀬の祠。え、で、廃校行けばいいのか。あ、北の廃校や。こっちや。あ、これか、廃校。これだ。あれ、これが廃校か。あ、こらー。組長の大砲、レバーは絶対触っちゃダメ。ほい。そう言われると、触りたくなるのが男の差が。ドリじゃん。君、組長の大砲で遊ばないで、弾が飛んじゃうから大砲に。ユンボー知らない。どうちて水知らずの人が、組長が探してた。組長それならユンボーの居場所を教えないとね。あ、そこにいるんや。おかんこ。はい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 。なるほどな。ここは危ないから探しに行くのやめといた方がいいと思うよ。君は。ボグーボグードリーじゃん。真珠バルーダニアが現れてから溶岩が増えてね。見張ってるんだ。さよなら。あれか、あそこに行けばいいのか。なるほど、そういうことか。おお、あ、なるほどね。
すげえすげえ、あれ壊せるんや。うーって言ってる。どうした、大丈夫か。おーい、助けてー。あ、叫んでる叫んでる叫んでるよ。誰かー、どうした、どこにいんだー。あー、これ崩れちゃったんかな。どこにいるんだー。おーい、おーい、ハロー、ハロー。いや、コログ、ありがとう。やかましいな。なんだ、あ、なんかある。あ、違うのか。なんだ、どうした、なんか可愛い声してんな。子供なんか寝れないよーって言ってる。これダメだ。え、あ、大砲か、きっと。こっち方向にある。あ、待てよ。これを入れながら、これを入れながら、やります。この辺、ナイスー、そういうことか。何ある、あ、すげえ、シールド貼ってる。大丈夫か、これよく崩れないな、今ので。あわあわ、あ、ムービーに入ってしまった。あ、こいつ若いの。おい、魔物って言われたんだが、ふざけんな。お前、誰が魔物だ。無事だったの、こいつ。つまんねえ。誰が魔物じゃ、ボケなすが、ボケがよ。金よこせ、金。金よこせ。あ、よく見たら、ハイリア人コロ。いえいえ、いいってことよ。ユンボを探してた。おいにゃ、組長に僕を探せよ頼まれた。はあ、何にせよ助かった。僕がやん、ユンボーって呼ばれてる。痛み止め。火山弾で岩が崩れて、上は崩れてないけれども。大砲で。組長の大砲使った頃、組長以外使いこなせない。何が難しいんだろう。危ないから使うなって言ってること、言ってんのか。お礼くれる、やっと。お前は、バイバイ。あ、転がってった。興味津々だ、リンクも。やっぱり、やっぱ気になるよな。え、もういないじゃん。早っ、あいつ早っ。あそこにあんの、もしかして。あ、あそこにあんのか。てて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 てん、たたらったーたたらたーた。トロッコで行くんやん、絶対。これ絶対トロッコやん。シュラハの祠、イエーイ。なにここ、青き炎、シュラハの祠、青き炎。あ、青い炎あるな、これ。た、あこれいける、いけるね、これいける、いけるおい、私の HP が、私ならいける。はい、よし、これなんだ。あ、100ルピーや、やった。はい、あ、ちょっと、リンクさん、リンクさん、嘘だろ、リンクさん。パンダのゴリ押し伝説さん。組長元気か、元気か、組長。なあ、元気か。いや、おう、旅の人。ユンボーから聞いたぜ。あいつは助けてくれたんだってな。これは俺だ。何？何くれんの？ふざけてんのか、お前。ふざけてんのか、お前。ダルケル様には悪いよ。ルーダニアぶっ飛ばさねえと。ダルケル様？出たよ、ダルケル。ああ、あれがそうなんだね、やっぱね。え、どれ？あの、やっぱ右上のあの気持ち悪いやつ？あれそうじゃない、やっぱ。あ、その下のなんか、ちっちゃいおっさんみたいなやつか？
絶対上。絶対上。どれ？あ、下の子分たちは何なのこれ。あ、記憶蘇る、まさか。あ、来た。記憶が蘇ってしまう。待てよ。あ、初見ですって意味、ありがとうございます。そういう意味なんだ。あざます。勉強になります。ありがとう、来てくれて。あ、何か思い出すぞ。そうだよ、ダルケル様。え、何？そんな飛ばないよね。おお。あ、出たトカゲ。掴めてきたぜ。これどこだよつってんの？なんか。の英傑としてこのダルケル様にも意地があるからね。あ、同じ傷使ってるもしかして？その、なんかよくわからん。助けみたいな。渋いなあ。私もこういう声になりたい。みんな。ここから見る景色。渋いですね。見ろよ、あの美しいゴツゴツしたうまそうな岩の尾根。ゴロン族って岩食うんだっけ。厄災ガノンってやらがどんなやつかは知らねえけどよ。かっこいい。ダルケルが一番かっこいいわ。守ってみせるぜ。熱い男だな。相棒。うわ、死ぬ。絶対死ぬ。絶対肩甲骨砕けたわ。おめえを姫さんお月の騎士に選んだのはハイラル王だってな。ええ、そうですよ。直々の指名じゃねえか。危ねえ、殺されるかと思った。まあ、怖え。あの姫さんはずっと気合い入りすぎっつうか。そう、姫さんね、気合い入ってもう余裕ないよなと。ずっと悩んでるんだよな、かわいそうに。気づいたらもういねえ。なんだ？なんだなんだ。リンクってうめき声しか出さないよ。うわ、ダルケル様、かっこいい。なんだ、片手パンチでやるのかと思ったら両手突き出してなんか張るんや。もうこう拳で殴って砕くんかと思ったわ今。しかし違うんや。なんだ、ここ数十年デスマウンテンは静かだったのによ。強調じゃない、強調。悪い兆しじゃないか。爆石が起こるほど山が荒ぶるってことは。荒ぶってる。いや、まさかな。唇とタラコやん。ゴロン族ってみんなタラコだよな。いや、ダルケルかっこいいね。あ、いい顔してる。やっぱ渋い声はいいな。かっこいいわ。あ、思い出した。やはりいいファッションしてるだろう。なあ、今日もいいファッションしてるな。チャンピオンベルトは譲れねえ。陰謀の野郎はダルケルの守りも使える。あ、あれダルケルの守りって言うんや。ルーダニアにぶつけて、追っ払って、おい！人間爆弾かよ。チェリーブロッサムじゃねえかよ。ダメだろ、それは。もう、神風特攻じゃねえか。ひどくない？ユンボーかわいそう。そりゃ臆病にもなるわ。ユンボー、ユンボーってなんだ。ユンボーかわいそうすぎるだろ。うっ。おー、いちいちいち、大丈夫？大丈夫？じゃねえぜ、旅の人。いちいちいち。今日はいけそうにねえな。悪いが、あんた先に行ったユンボーに中止だと伝えてくれ。オルディン橋。オッケー、任せてけ、おっちゃん。大事に、大事にしろよ。危ない、危ない、お前、大事にしろ。危ない、危ない。ああこいつ、つえ。いじめられとるやん。大丈夫か。いた、いた、次、いた、次、いてー。行くぞ、ユンボー。あ。やばい。いてー。あっち、あっち、あっち、あらばやばい。え、いや、リンク死ぬやん。